じゃあエンジンルーム見ていきます。まずこのアルミのラジエーター、結構分厚いのが入ってます。こんな感じで、でそこ以外は特にパーツは変わっていなくてノーマルですね。定位の車高調がついているので、まあこんな感じで緑色のアッパーがついてます。そうですね、ヘッドカバーなんかも16万キロってことを考えたら結構綺麗な状態ですね。綺麗なエンジンルームかなと思います。こんな感じになっております。はい、ではエンジンかけてみたいと思います。はい、エンジンかけてみました。まあ指導性の方は全然問題なくて、アイドリングも落ち着いてます。気温も特にないですね。こんな感じで。ちょっと吹かしてみます。はい、アクセルワイヤーがあまりできないですけども、まあ吹き上がりの方も特に問題ないんじゃないかなと思います。以上エンジンルームでした。